手首より手のひらを楽器の肩につけて固定し、そして楽器の肩をなでるようにして手首が先により降りて、でそして親指を直す。この親指とこちらの指を互い違いに、さらに手のひらを楽器の肩になでる。このことでポジション感覚を鋭くしていくんです。自分がどこのポジションにいるか現在地がわからないと目的地にも行けないですよね。ちょっとこう行き当たりばったり、ちょっとじゃないですね、だいぶ行き当たりばったりになっちゃうんですね。こんにちは、河合さよこです。このチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日は第3ポジションに降りたら親指を後で修正するということについてお話をします。私の本、今更聞けないバイオリンの常識には、ポジション移動について4種類に分かれると掲載しています。今日は3つ目の C の動きについてお話をします。 C の動きというのは、第3ポジションから第6ポジションに上がるときは手首の角度をつけて先に上がって、そして目的のポジションになったら手のひらですね、手首というより手のひらを楽器の肩につけて、そして降りるときは、ここがポイントなんですが、手首を先に下ろして指先が第3ポジションに降りたら親指を第3ポジションのところに直すというのがポイントになってきます。これが一番難しい動きです。もう一度やってみますね。第3ポジションから6のポジションに上がるときは、6のポジションの手首の角度にしてから上がって、そして親指はネックの下あたりで移動しますね。手首を先に下ろして第3ポジションに降りたら親指を修正します。そして手首より手のひらを楽器の肩につけて固定し、そして楽器の肩をなでるようにして手首が先に降りて、でそして親指を直す。手を入れて、手首を先に下ろして、親指を後で修正する、この動きになります。手首の角度選考についての練習は47ページと48ページに載っているので、そちらもぜひ合わせてご参照くださいね。になります。この4つの指と親指を別行動にすることによって安定したポジション移動につながるんですね。この親指を後で修正するというのは私のオリジナルじゃないです。これもガラミア先生の本に載っているので、ぜひそちらも合わせてご参照ください。では手首の角度選考について解説をしますね。47ページを開いてください。こちらは練習方法が載っています。各弦で練習するといいんですが、今日は A 線でやってみますね。 A 線に 1,2,3,4 指全部置きます。そして手を浮かせます。最初は第3ポジションなので手をつけていますが、バイオリンの肩に手をつけていますが、離して、そして上げて、つけて、離して、つけてっていう、こういう練習ですね。慣れてきたらだんだんこうリズミカルにやって撫でるようにするして練習するといいでしょう。ゲーセンでやってみます。ゲーセンはもっと深くなりますね。で 1,2,3 を置きます。バイオリンの肩に手がついているのを離して、上げて、つけて、離して、下ろして、つけて、これをリズミカルに繰り返しましょう。で慣れてきたらこれもこのように撫でるようにしてみるといいでしょうね。そして次のページを開いて48ページをご覧ください。その2の動きになります。 A 線でやってみます。第3ポジションに指を置きます。今度は移動する練習になります。手首を入れて、そして上がります。
で、この時に親指も一緒に上がるんですが、親指をこのように移動させます。爪の裏というふうに書きましたが、この親指のこの辺りになりますね。第3ポジションから撫でながら上がって、そして撫でながら下ります。この親指とこちらの指を互い違いに、さらに手のひらを楽器の肩に撫でる、このことでポジション感覚を鋭くしていくんです。自分がどこのポジションにいるか現在地がわからないと目的地にも行けないですよね。そうすると気合と根性で動くことになるので、ちょっとこう行き当たりばったり、ちょっとじゃないですね、だいぶ行き当たりばったりになっちゃうんですね。なので、どこのポジションを今自分が弾いているかという意識はとても大事になってきます。4のポジション、5のポジション、6、このあたりをごちゃ混ぜにしている人がかなりいます。ここをちゃんと差をつけることが大事になってきます。もちろん指を開いてミドルポジションっていうんですけども、開いてシフトすることも曲の中では多いですね。けど基準になるポジションっていうのが大体ありますから、 どんなものを弾くときにもね。で、その時にどこのポジションに意識を持ってるかっていうのも、その音程を取る上では大事になってきます。今日もこのチャンネルをご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。